富山空港連絡バスとは、富山空港と富山県内各地及び、岐阜県北部を結ぶ、空港連絡バスである。空港連絡乗り合いタクシーについても合わせて記述する。富山空港連絡バス直行便、車両を富山地方鉄道による運行。富山駅前からの片道運賃は410円、5枚、綴りの回数券あり。回数券は、 電鉄東山駅及び、西町の乗車券センター、富山駅前、バスターミナル案内所と富山空港国内線、到着ロビーのバス券売機で発売。富山中心部と空港を直行で運行する便。富山駅前からの所要時間はおよそ20から25分。予約不要。一般路線バス36系統の全便が空港を経由する。 富山駅前からの所要時間はおよそ25から30分。括弧内の区間は主な停留所の未表示。高岡市、富山市富山空港間で空港連絡乗り合いタクシーが運行。以前は、下越ノーバスによる空港連絡バスが運行されていた。高岡駅南口からの所要時間はおよそ40分。片道運賃は、 高岡駅南口発着が1,150円、都並市内発着が1,350円。5枚綴りの回数券あり。東京便、札幌便に合わせ運行していたが、北陸新幹線開業による東京便の利用減少の影響を受けて、2016年1月31日の運行を最後に廃止された。魚津市富山空港間で空港連絡乗り合いタクシーが運行。 ウオズ交通、金閣タクシーが運行。運賃は一人予約で5000円、二人以上予約で一人4500円。全員航空便に対応。岐阜県の日田地方については、高山の日、バスセンター、白川号と富山駅前を結ぶ高速バス、高山富山線や、平湯温泉と富山駅前を結ぶ特急バス、奥日田温泉号富山線が、 途中と山空港を経由する。かつては、高山農費、バスセンターから菅沼を経由して、富山空港までを結ぶ高速バス、高山富山基時と,と空港線や、越中八尾駅から、富山空港までを結ぶ、乗り合いタクシーが運行していた。富山地方鉄道、農費乗り合い自動車の共同運行。 2019年9月1日から2020年3月31日の期間限定で毎日に往復運行。全日本空輸の羽田富山線の時刻に合わせたダイヤになっていた。富山空港の利用者を増やすため富山県が予算総額2440万円かけて行う事業として実験的に運行。富山空港は高山市に 最も近い空港であることから、観光客や飛騨地区の住民などにより1日10、数人程度の利用を想定していたが、実際には1便あたり平均0.75人、運行開始からの5ヶ月間の合計で459人しか利用がなかった。PR 不足に加え、需要が見込まれる路線ではなかったことが原因と言われている。そのため2020年4月1日以降は、 富山県の補助金により、前述の高速バス、高山富山線を2往復増便し、空港を経由する形態に変更した。蒸気高速バスと同一の期間、富山地鉄タクシーが1日1往復運行していた。これは、空港から富山駅に向かうと、ダイヤ上高山本線に乗り継げないというケースに、関して、より岐阜県に近い越中八尾駅に向かうことで乗り継ぎを、 可能にし、日田地方へのアクセスを改善することを目的としていた。2018年1月4日から2月28日まで、富山駅、富山空港白馬間で高速バス、富山、白馬スノーライナーの実証運行を実施。羽田便に接続して1日一往復運転。平日は、富山地方鉄道、と休日は、新富観光サービスが運行。運賃は、 富山南小谷、白馬で4000円、魚津南小谷、白馬で3600円。青い空、富山、五輝山1日フリー切符。ありがとうございます。